はい、どうも、どもっしーです。チャンネル登録よろしくお願いします。今週からメニュー再開しまして、今週やったのは6件ですかね。6件で、3311円です。時間は6時間になってますけどね。まあ、どんだけ当てになるかメニューの場合よくわかりませんが。まあ、メニューの場合、ウーバーフリートとかみたいのないから、ここしか見るとこないのかね。エクスペリエンス。今日2件やって、3日も2件やったんだよな。で、昨日とついも、だから火曜日から始めたんですけど、水曜日と今日が2件ですね。で、水曜日はなんか変だった。変な、同じ人に同じものを2回届けたっていう、往復したっていう感じだったんです。で、昨日とついにならなかった。火曜日から始めて毎日1件ぐらいやろうかなと思ってたんですけど、昨日とついにならず、ならず、できませんでしたメニュー。今日はなったんで2件やりました。こんなとこっすかね。3000円、5、6件、5、6、3000円、660円ぐらいですかね。メニューね、ウーバーのバッグでやりました。あ、10ヶ月ぶりぐらい。メニューは、で、うち2軒が地元でやって、あとは錦糸町とかですね。2軒地元の石島のカレー屋さんで、2軒がその月島の、なんだっけ、山形山だっけ。で、あとは今日、錦糸町。知らなかったんですけどね。メニューはピック料金がつくっていうことでね。まあ、そこがウーバーとの違いですか。すごい近いと安いですよね。今日、そういえば1軒近いのがあったんですよ。300円とかでしたからね。3時間。1時間26分もやってないんだけどね。この金額の差見てよ、これ。300円、800円でしょ。300円、800円で。面白いですね、これ。だから、ピックに行くまでも、童貞が出てて面白いな。355円。近すぎない。ランクアップボーナスがあるんだな、2軒目は。こんなとこ ね、このままちょっとメニューも続けていこうかなと。気分転換的にね。まあ、ウーバーの動画でも喋りましたけど、今まで、飛ばされて無音で帰ってくるところとかね、まあ、錦糸町とかでもあんまやんないですね。やりたくないんで。錦糸町とか、月島とか、勝どきとか、まあ、亀戸もそうかな。あの辺に飛ぶとさ、もうあの辺で撮るとさ、また変なとこ行っちゃうから、もう今まで無音で帰ってきてたんですけど、まあ、そういう時メニュー撮ろうかなとかかな。あとは、もともとは今回再開したきっかけが、ウーバーが全くなんかシステム的におかしいなって時に、まあ、メニュー感じですかね。まあ、いいんですけどね。だから、ウーバーがおかしい時は、まあ、帰ってくるでもいいんですけど、あと昼は取れてないかな、メニューは。全部夜ですね。昼なんないのかな、メニューって。って思いました。まあ、場所によるんでしょう。なんか、あとは違いはあるかな、メニューとウーバー。まあ、お店が違うってのもあるけど、ゴゴチキン。今日最後、ゴゴチキンメニューだったけど、ゴゴチキンはウーバーもやってます。あれかな、その置き配の時に写真撮らないとかぐらいですか。ウーバー写真撮るけど、メニューは置き配の時に写真撮らない。あと、サポートが、受けキャンができないとか、あと、サポートがつながらないとか、あと、なんか、間違ってお届けしたら、誤りに行かされるとか、保険がないとかね、いろいろ違いありますけど。メニューはだってさ、ピンがね、ちゃんと立ってるからね。ウーバーもさ、最近は、アンドロイドピン立ってないとなったところにピンが立ってないんで、なんか地図がどっち向きにこう広がってるかで、大体東西南北が判断するぐらいだけど、メニューはピックの、取りにピック料金もかかるし、ちゃんとピンが立ってるから、あ、ここ行かねえって。ただ、メニューはそのバツ掃除しても同じのが鳴り続けたりするんで、そこはちょっと、なぁと思います。行け行けって感じ。メニュー飛ばないから、飛ばないし、ピック料金もかかるから、ピック料金もいただけるから、まあ、全受けでもいいような気もしますけどね。ただそうすると、なんかちょっと俺の用法とは、あとは何なの、月払いなの、これよくわかんない。売上、出勤指示とか出さないといけないし、出勤指示はどのくらいまで無料なのかなとか、そういうのも考えてなくて、まあ、とりあえずだから、今必要なお金は Uber で稼いで、まあ、副業としてね、副業としてやろうかなと。Uber 専業、メニュー副業にしようかなと。そういうのってあり。はい、そんなところで、今週は3311円。ことでね、メニューの売り上げもね、ぼちぼち。ただこうなんかね、積み上げが難しい。金額アップだけならいいですけど、さっきのウーバーの動画でもだいぶメニューのこと話しました。チャンネル登録よろしくお願いします。としでした。